ましょう。はい、今やったようにね、どこでも練習できるわけです。で、さっき言ったように筋力、柔軟性、ね、それから神経、この3つを鍛えることが伸びる秘訣です。3つを伸ばそうと思ったらボールじゃなくてもいいわけです。ボールじゃなくてもいいし、何でもいいわけです。家の靴下でもいいわけです、ね、ペットボトルでもいいわけです。何でもいいんです。その3つを鍛えて、結果的に、たまたまボールを使っていただく、みんな持っている能力を失うのが、地面を引っかいてくる、引っかく練習をしまくってもらう、そのために筋力を、ね、つけていけるというわけですね。はい、じゃあ、今やりました T 字スロー、ね、T 字スローはこれで、ね、T 字のままで振る練習をしても構いません。そしてはい、ここね、振り向きですね。これ振り向いて、はい、これも同じように形は同じですね。で、振り向いてこの形も練習していくわけです。筋力をつけていく、柔軟性を鍛えていくために使うからですね。じゃあ次はね、壁スローといって、今度この左手の下側からこう、ここを左手は動かない、壁スロー、壁スロー、壁スロー、ここで先端を走らせるコツ、ここで T 字で返してね、で、ここでもこう返してね、その使い方を今度は左手の壁を使ってやる。で、みんなね、足の下からボールを上げる、足の下からボールを上げる動き、でこれは 100% 手を返す。足の下からボールを上げる、この動きをトレーニング、この動きを強くしていけば返す。壁で振る 100% 壁で振る、だからこれは何から同じ動き。はい、じゃあ2本いきます。はい、どうか。あ、違います。足ほら振り向きスローのまま、
じゃあ、次は、クリームキスローを、それからカードを動かした。で、そのままコードを動かします。次は、今度は、相手に指を刺した。指を刺した、今ここで解体したやつ。解体する。これわかる？解体する。これを、指を解体したままで、指を刺したままで、こっち側で変えますように練習します。体内を作っていくのは誰だってできる、簡単。しかし武器を使っているのこっち側で変えます。指を見せてこっち側で変えますようにして練習します。はい、ここでみんな間違う。指さしてはい、内側の部分を変えて、こうやって当てを。内側で最大をしてあげるというか、次に新しいね。はい、じゃあ見本を見せたいと思います。見本を見せてください。何が違った？そうやろ？ね、自転車に乗り方をこう変えていくよ。あ、でも似たような感じで足つきながらこうやってできた？足ついてできてないと同じやつ。行く確認する。あれが形、こけてもいい、こけてもいい、こけてもいいけど、そういうぐらいのことをなんとか工夫して近づける。はい、もう一回。はい、指を刺す。これ変えたんです。はい、ここ。ちょっとね、頑張ってください。ね。分かってるし。ここが突っ張るでしょ。ね。これは、何が原因ですか？突っ張るのは、何が原因？何が原因？これ突っ張る。何が原因？これ見てみて。はい、もう一回行こう。そう、やって、一回やっていけるチーズを頑張って向こうまで乗りに行け。はい、今出すためには、今度は、ね、今指を刺しました。いいカードですね。指を刺したら、この指を動かしたら、パッチを動かしたら、パッチや。それを勝手に動かしたりとかして変えていったんです。で、ここにバーンと使ったんですね。で、バーンと使った時に何を思うか。ね、ここでぶつかった時に、皆さん何を思うか。難しい。できるのは、思った時点で、そこはすみません、みんな自転車乗れへんかったときに、自転車が難しい、こんなできへんわって思って、諦めた。諦めた。こんな難しい、できへんわって思う。同じ技術なんです。その時にスローイングとかに関しては未だ正直言うとできへんかった人がいる。じゃなくてこっちでも寝れるのになと思っている人もいると思う。その人は伸びない。自分の中に入って自分の世界で生きていくことで、ことばかり選んでしまうから変わっていかない。今言われたこと、こっちのところを一回頑張って行ってみたら、そしたら全然違う世界ができてくるって言われてみたら、頑張ってください。なんとかなんですよ。頑張ってください。いろんなものが改善されている。できない人はいろんなものがある。でも難しいことを言うのわからない。だから簡単に指さしたこっち側だ。言われたことは分かりません。指さしたこの道路が解体です。解体です。この解体をこっちでするだけですよ。こっちの道路でするだけです。見方はい、違う。パーダ見るとこっ
こっちの方が見てた。ほら。めちゃかった。指さす。こう書いたら、書いたら、書いたら、出てきてくる。ほら。あ、これでいい。そこに、自分が入る。バレる。自分のやり方が入るから、今までの自分でやろうとすると、あそこのバスケットボールに行きましょう。